はい、皆さんいつもご視聴ありがとうございます。今週ご紹介する試合の前にですね、先日全日本プロレスの高崎大会において試合後ですね、緊急搬送され逝去された吉井豊選手に哀悼の意を、込めてですね、こちらの試合をお届けさせていただきます。2006年7月2日神戸ワールド記念ホールに行われたドラゴンゲート神戸プロレスフェスティバル2006から吉井豊対高木慎吾の一戦です。会社の仕事で結構忙しかったのもあり、ご覧いただいている方もね、少なからずいるかと思いますが、ファイターズの動画、春季キャンプの動画をですね、すべて僕が担当してアップしておりましたので、まあその関係でですね、撮影して編集するっていうね、時間が取れず、久々にね、今回顔を出してご説明しようという、予定だったんですけども、事情がね、変わってしまいまして、この試合と明日の試合においてはですね、吉井豊選手の、試合をお届けしようかなと思っております。1974年生まれで1994年に新日本プロレスに入門いたしました吉井豊選手。同じ年の12月、小島聡選手を相手にデビューを飾りました。吉井豊さんっていうとですね、第3世代、永田さんだったり中西さん、小島聡選手、天山さん、その下に田中選手っていうのがね、いたところで、まあその間に入るようなね、選手だったかなと思います。後輩の田中宏選手とですね、IWGP タッグ王座を獲得いたしました。そしてその後ですね、2005年の1月、世界タッグ王座決定戦への出場、こちらの試合をですね、明日全日本プロレスバトルライブラリーにてお届けしようかと思います。はい、まあ、その後はですね、新日本プロレスに退団しフリーになってから、まずはね、チャンピオンカーニバルへの初出場、そこからですね、ムガワールドプロレスリング、そしてムガっていう団体がちょっと西村治選手が全日本プロレス所属になるというところでね、名称変更してドラディションという形になりました。そのドラディションに引き続き所属、2009年7月にはこのドラディションを退団されました。そこからですね、まあ、定期的に参戦する団体っていうのも僕もあんまりすいません、把握はできていないんですけども、まあ、ここにも書いてます通りね、全日本プロレスには定期的に参戦されていたという経歴が残っております。僕個人で言うとですね、全日本プロレス TV のお仕事をさせていただいているところで、2018年から全日本プロレス TV 始まっているんですけども、バックヤードでね、まあ、すれ違ったりとか、まあ、その程度はねあったわけですけども、やっぱりこう吉江さんがね来ると、こう存在感というか、視覚に入るね、体の大きさっていうのがやっぱどうやってもこう存在感がねありすぎるので、やっぱりプロレスラーって偉大だなと。ちょっと今この撮ってる月曜日、お亡くなりになられた翌日今撮影しているんですけども、まだ死因というかね、そういうのも僕も全然把握してない中ですが、やっぱりそういう体の大きいレスラーっていうもののね、宿命というか、やっぱりこう健康体調管理のね難しさもあるのかなと、一ファンとしてね非常に残念に思っております。ああいう体格でね売ってるレスラーっていうのもこうどんどん少なくなって、いってるかなと思いますし、なんかね難しいですね。やっぱ体格こそがね、プロレスラーだというふうに思っているファンはね少なからずいらっしゃるかと思います。はい、今週の試合はですね、そんな吉井豊選手に対して高木慎吾選手がもうバチバチと真っ向からこうぶつかっていくと、胸を借りるというような試合になります。まあこういう、事態の中ですが、本人の忍ぶ意味でもですね、本人の試合を見てこの記憶を、忘れない、僕らもね、語り継いでいかなければならないと思います。まあこの過去の試合ではありますが、この吉井豊という選手をね、一人でも多くの人に記憶していただきたい、そういう思いで、今日とそして明日、ぜひお楽しみにご覧いただければと思います。4.23、同期のハルクに初の敗戦を喫した高木慎吾。俺は無限のアメリカ遠征に行く。さらに進化するために、俺はアメリカに。そんな高木だが、ワールドの試合限定で帰ってくることになった。なんと相手は日本人最重量レスラー吉井豊。高木慎吾、旅の途中、途中下車にしては少々手強すぎる相手か。モンスターバトル今開戦。実に久しぶりに印象的な中低音が響き渡っています。おっと、その表情、右目尻のあたりでしょうか、絆創膏が貼られている。これが気にはなります。しかし
プッシュアップ、プッシュアップ。この傷はまさにアメリカ修行の一つの勲章であるかのようです。今夜一夜限りの緊急帰国、己に足らぬものを探し求める一人旅、その道すがらマッスル、とんでもない肉の壁を打ち砕くために帰ってきました。現時点での成果をぶつけろ、高木慎吾。規格外という表現がたびたびまかり通るマット界、日本人選手の範囲内、いや世界を見回してもこの吉井豊に符合するキーワードでしょう。花道をのしのしと、ショッキングピンクの筋肉プラス脂肪爆弾、そのパーセンテージ割合は定かではありませんが、殺傷能力はドラゴンゲートマットですでに披露済みです。第4試合シングルマッチ時間無制限一本勝負、赤コーナーブラッドジェネレーション、174センチ98キロ、高木慎吾。帰ってきた高木慎吾。青コーナー180センチ160キロ、吉井裕太。血圧に雷電ドロップ、何が飛び出すか。肉弾銃爆撃の吉江豊です。30分一本勝負のシングルマッチ。ああ吉江が今 T シャツを T シャツ投げましたね、観客席に投げ入れた。可愛いお姉ちゃん拾ったけどサイズ合わないでしょうねとても無理ですよ ねさあどうだ。さあ160キロ吉江に高木どう立ち向かうのか。藤本さん、はい、やっぱり気になるのはですね、あの右目の周辺ですね。アメリカの試合で怪我したのかな、うん、ちょっと目も変色してるような、伝わってきている情報では、はい、相手の飛び膝を受けたのではないかという話がありましたが、あ、定かではないんだ、はい、うん、定かではありません。お、さあ力が藤本さん、はい、真っ向勝負で行くのかどうかが一つの焦点だと思われます。あの高木慎吾逃げちゃいけないと思いますよ。これ真っ向勝負でしょう。行きますか。で160キロですよね吉江選手。そうなります。あの高木選手上がらない重さじゃないんですよね。あ、はい、はい、それだけの力を持ち合わせている選手ですね。そうですね。確か高木選手デッドリフト220キロぐらいでやってたんで。220、はい、あの上がらない重さじゃないですね。いやしかしこの局面では投げ飛ばされました、跳ね飛ばされました、弾き飛ばされました。ファーストコンタクトを終えて後方に回ります。重量感のある攻防。慎吾さん、はい、高木慎吾選手とか BB ハルク選手とか、あのこの世代の選手たちが、ね、こういうビッグマッチで、はい、シングルマッチをやるっていうのはすごいことですよね。考えたら、うん、これはドラゴンゲートの期待の現れともちろん言えるでしょう。さあ規制を上げて突っ込むショルダータックル、肥後さん、はい、もう一つの山ですよね。吉井選手はいいですね、あのライオンマークのところやめて本当に良かったと思うそうですか、確かにそこからフリー選手として生き生きと何かこう息を引き、本当輝いてましたよね、はい、アメリカ遠征からこの日のためだけに帰国した。うわ高木に対してライデンドロップ3連発、入った入った、カウント圧よく返した。で日本人選手ってあのなんか中途半端に太ってる人が多いんですけど、どうして太るならこのぐらいってほしいですよね、本当に。いいですよ、はい、160kg です。プロレスラーこうじゃなきゃね。そのプロレスラーの魅力というのがありますよね。ね、あります。
それを高木選手が持ち上げる、見たいな。それもまたプロレスね。逆水平、エルボーでこちらも逆水平、聞いてないね、笑ってるのよ。そうですね、絆創膏を自ら外した高木の首、喉元、そしてこれはどうだ、血圧血圧血圧、顔面をしっちゃかめっちゃかの状態にしてしまいます。藤本さん、はい、目の負傷がありますからね。そうですよね、ちょっと顔は気をつけてほしいですよね。はい、一つの技がいた。肥後さん、ここまではですね、パワーの違いを吉井が発揮しています、どうでしょうね、高木に何か望むもの、アドバイスなどあれば。望むものですね、望むもの、はい、まずは持ち上げて、はい、もう一体あと力でなんか勝ってほしいですよね、高木選手の。確かにね、真っ正面からぶつかり合っただけで本当にいいんですけどね。何しろここはホームリングですからね、高木の右手がロープに届いた。おー、すぐに反撃、投げられるか、させるか、よし。いやー、ものすごい、そしてその体格差をしっかりと肥後さん生かしてくるんですよね。どうですか、高木選手はどうですか、体重も増えてるんですかね。だいぶ増えてきているとは思います ね、 ね、その筋肉の質というものも、ね、結構体もしてます、さらに強化しているでしょう。しかし吉井の前じゃちょっとね、そうなんですね。よし、リング中央、とりあえずロープに逃げることができないか。ロープに、ロープに、落ちる、手が届くかな、高木、踏ん張れ踏ん張れ。あと吉井選手はですね、なんていうのかな、この若造と思って高木選手を見ているのか、一人の選手をちゃんと見ているのかっていうのもちょっと気になるところですね。ファイトスタイルからはどうです。あー、これはボディープレスになった、返していきます。どっちかというと吉井選手の顔の表情を見てる限りまだまだ若造扱いしてますけどね。そうですか、まあ、確かに先ほどは笑顔も見られましたからね。タイミングを見計らって逆水平、いやもうほとんど得意の裏剣にも近い感じなんですよ ね。やっぱあれですかね、体重が重いとこのチョップもやっぱり重くなってくるんでしょうかね。それをそのまま乗せてきていますね。かわしたかわした、相手さあ行け、パンピングホークが逆襲だ、ブレーンバスターに、さあ持ち上がるか、いけるか、いけるか、なえられない、なんとも厳しく重い吉井豊という存在に、スリーカウントは奪われませんでした。なんとか返した高木慎吾。難しいですね。そうですね、後方に回って突っ込んでくる、ラリアット、いいラリアットですよ。そうですね、藤本さん、はい、ロープを使うとパンピングボンバーということになるようですね。そうですね、おー、いけるか、上げてほしいな、高木上げてくれ、高木よ、吉江豊をマットに叩きつけたのは高木慎吾。藤本さん、はい、一言お願いします。いやー、さすが、ブレンバスターでこれだけ広い、ブレンバスター一発でこれだけ広い会場を沸かせるっていうのは大したもんですよね。今ないですよ、こういうの最近ないですね。はい、そしたらオープン飛んでいった、今チャンスですね。あ、笑ってるよ、吉江選手、笑いません。
逆にラリアット、まだ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 とリング上での吉江節、これにいいね、これはバンピングボンバーになったか。さらにどうだ、お嘘そこ行くか、ラスト、ラストバルコニー、素晴らしい、高木、カウント2キックアウトは吉江、やっぱ力あるな、うん、いや肥後さん、はい、もう力がこもりますね、こもりますね、これでもう吉江選手もちょっとうかうか知らなくなったんじゃないですか、目の色が変わってきましたね、変わってきますよ、さらに今度は藤本さん今、はい、ブラッドホールですか、狙いましたね、バックの取り合い、制するのはショッキングピンクの吉江か、潰された、潰していきます、溝落ちのあたりに尻爆弾、あまた目の腫れがひときわ大きくなったようだ、高木ブレッジかまし、さあ拍手が巻き起こる中、重圧、満点の破壊力、藤本さん、はい、高木がもう目を見開いてしまっていますね、そうですね、でもあのドラゴンゲートで160キロの選手とこういう試合できるのは高木慎吾選手ぐらいじゃないですか、ね、でしょうね、はい、しかもここでもカウント2で返しています、だからやっぱ高木慎吾には高木慎吾の世界っていうのがあるんですよね、さらに磨きをかけてきたと言えるかもしれません、アメリカ遠征、おうおうおう、あーどうした、やばい、これはトップロープに上がろうというところなんですが、高木が蘇生しています、しかし左腕一本で押し返す、すぐに立つ、立つぞ立つぞ、倒れても殴られても蹴られても投げられても不滅のパンピングホーク、とにかく気持ちで負けてはいけません、空中同締め落とし、カウント2つで返しました、おすごい、藤本さん、はい、今はさすがに決まったかなと、あ終わったと思ったんですけどね、よく返しましたよね、うわけん、こうした打撃も持ち合わせています、もう一回行くの、行きますね、どうやら意識も朦朧となっている、高木にフライングボディープレース、無情なりカウントリッチ、吉江豊選手の勝ち、吉江豊高木慎吾との肉弾戦を制しました、勝負タイムは10分52秒です、負け惜しみたいですけど、やっぱりね、普通の状態では、ね、投げられないですよ、投げられない自信はありますけど、まあ、そのうまくいなされての、うん、タイミングでっていう、まあ、でも それだけでもね、そうパワーがなければ投げられませんから、やっぱり、そう売りにしていただけば、あると思います。今回ね、クネスが復帰して、クネスをね、タッグを組むと思ってたんですけど、まあ、お楽しみは、まあ、取っておいて、取れるわけなんでしょうかね、わかんないですけど、ね。はい、というわけで、この試合は吉江隆選手が勝利いたしました。非常にね、強引に、決めました、同締め落とし。あれほどのインパクトはね、なかなかないですよね。それをこう、受け切った高木慎吾選手の凄さ。あれ2発ですからね。吉江選手の代名詞であった、あの技をね、もう見られないと、いうことはね、非常に残念かなと思いますし。まさかね、こんな、早く、こういうことになってしまうというのはね、ちょっと悲しいところではありますけども、まあ、冒頭でも申した通りですね、吉江豊選手、
の試合はねもう見れないにしても彼のことを記憶していただきたい、一人でも多くの人にですね、こういうレスラーがいたんだということをね知っていただきたいですし、忘れないでいただきたいなという思いを込めて今日の試合、配信させていただきました。明日も全日本プロレスバトルライブラリーではですね、2005年に行われました世界タッグ王座決定戦、太陽ケアジャマール組対棚橋博吉江豊組をお届けいたします。こちらもねやっぱこの当時の吉江豊選手のねもう熱い戦いがご覧いただけるかと思いますのでね、ぜひ明日の試合もご覧くださいませ。そして来週のドラゴンゲートバトルライブラリーはこちらの試合をお届けいたします。今回ご紹介した試合と同じ日に行われました神戸プロレスフェスティバル2006からマグナム東京天竜源一郎対望月正樹鈴木みのるの一戦です。当時はね一戦を退きつつあるマグナム東京選手が天竜源一郎選手との流行10番勝負というものを経てですね、組まれたこちらのカード、もうカードを見る限りね極上もう垂涎のカードかということはねもう僕が言わなくても皆さん分かっているかと思います。ちょっとねプロレス界、暗いニュースがね一つできてしまいましたけども、ここからね、まだまだこうプロレスの火を、灯し続けるというね意思を込めて、ぜひ皆さんも一緒にねこちらの来週のこの試合を見てまた盛り上がっていただければと思います。それではまた次週、そしてまた明日もよろしくお願いいたします。またお会いしましょう。さよなら。